スペアタイヤをエンジンルームに収納する例。ルノー14スペアタイヤは自動車に装着されているタイヤが使用不能時に応急的に使用するホイールに組んだ予備タイヤ。スペアタイヤを搭載する車両には標準サイズのスペアタイヤを装備するものと小道の小さい応急用タイヤを装備するものがある。後者はテンポラリータイヤ、テンパータイヤとも言う。過失化に収納されている。 テンパータイヤ。収納場所は交換した標準サイズのタイヤが収まる大きさとなっているため、周囲に隙間がある。タイヤがパンクした場合、走行の継続は危険で、タイヤの路上修理も難しいが、すでにホイールに組んだタイヤを積載していれば、ナット、またはボルトの締結だけで移動が可能である。標準サイズのスペアタイヤを装備する場合、トランクルーム内の底部車体下、 エンジンルーム内、バックドア、または背面スペアタイヤキャリアなどに装備される。応急用タイヤの場合もトライクルーム内の底部などに装備されている。スペアタイヤの空気圧は定期的に点検することが望ましい。数年間も無点検のまま放置すると、非常時には空気が抜けていて役に立たないことがある。特に、ウィンドウウォッシャーの動力にスペアタイヤの空気圧を 利用しているものは頻繁な点検を要する。大型自動車ではタイヤとホイールの重量も大きくなるため、近定装置の点検も必要となる。2017年10月には岡山県津山市の中国自動車道で大型トラックから落下したスペアタイヤに乗り上げてしまった別の車に台による死亡事故が発生している。これを受けて国土交通省は 2018年10月1日に道路運送車両法を改正し車両総重量8トン以上のトラック並びに乗車定員30名以上のバスに対し3ヶ月ごとにスペアタイヤの点検を行うことを義務づけた応急用タイヤは緊急時に応急として一時的な移動を可能にする目的で設計されている装着タイヤよりも幅が細く径も小さい応急用タイヤは 標準のタイヤとは、構造、寸法、使用空気圧などが異なり、走行特性も劣るため走行距離や最高速度に制限がある。T タイプ応急用、タイヤ空気圧4 2 0スカルに調整されたタイヤ。折りたたみ式応急用、タイヤ空気が充填されていない状態で格納されて、折り使用時に充填するタイヤ。タイヤ交換応急用タイヤは、 性能が低いことから、菊道輪に用いることが原則である。前輪駆動車は駆動輪の前輪がパンクした場合、まず後輪のタイヤを応急用タイヤに交換し、ついで外した後輪のタイヤをパンクした前輪のタイヤと交換する。後輪駆動は、雪道や凍結路の走行時に、応急用タイヤは細く小さいことから、制動力やコーナリングパワーに左右差が生じて、 車両姿勢が乱される恐れがあるので、駆動輪への取り付けが指定されている場合もある。四輪駆動車のうち、前後輪の回転差を吸収する装置を持たない、パートタイム式の場合、外形の異なるタイヤは使えない。パートタイム式 4WD で四輪駆動モードを選んだ場合、路面に合わない誤ったモードでの走行や、前後でサイズの異なるタイヤを装着して走行した場合、 トランスファーのギアオイルが加熱して、車両火災に至った例があり、リミテッドスリップデファレンシャル装備車でも、左右輪に回転差がある状態が長く続くと、作動装置の加熱により同様のトラブルが発生する可能性がある。これらの注意事項は、個々の車両や状況によって異なるため、応急用タイヤの装着、使用はメーカー取扱説明書などで確認すべきで、 応急用タイヤは車種ごとの専用品で異なる車種の転用は近畿である。スポーツカーや GT カーなどタイヤサイズが大きく、スペアタイヤを同サイズとすると過失容積が圧迫される場合、スペースセーバータイヤがスペアとして用いられた。収納時には空気が抜かれてタイヤのサイドウォールが折りたたまれており、付属のエアポンプで規定値まで充填してから使用する。 アメリカ車や北米市場向けの車種に見られたが、より簡便なテンパータイヤの普及や、スペアタイヤレス化に伴い廃止された。ヒュンダイ・サンタモ、プラス、SUV でない車種の特定グレードの未背面、スペアタイヤが採用された例。なお、サンタモの原型であるシャリオンの日本仕様にも、同様の、ロードが存在した。スペアタイヤ非装着化の動きを、スペアタイヤレス化という、 道路環境の整備やタイヤ技術の向上などにより、タイヤのパンク頻度は低くなった。そのため未使用のまま廃却される、スペアタイヤの比率も極めて高くなっている。このほか JAF など、ロードサービスの充実、移動体通信の普及、スペアタイヤ装備の車検項目の廃止、車両販売価格の低減、車内空間の効率向上や軽量化、車両使用の際による、 部品点数、サイズの増加などの背景がある。また、スペアタイヤへの交換に困難を感じるユーザーの増加により、タイヤ交換が不要な車作りが重要と考えられるようになった。スペアタイヤの代替設備には、ランフラットタイヤやパンクを吸収利用具がある。スペアタイヤレス化によりこれらを採用して、スペアタイヤを積載しない車両が増えている。 ランフラットタイヤパンクを生じたランフラットタイヤには走行速度や走行距離に制限があるパンクを吸収利用具多くの場合タイヤの穴を塞ぐ充填剤と膨張剤を組み合わせたスプレーボトルとなっているが一部車種には膨張剤の代わりに電動コンプレッサーが装備されているものもあるバルブから薬剤を充填後速やかに走行して充填剤は 遠心力でタイヤ内部に拡散させるが、トレッド面以外が損傷した場合やダメージがホイールにまで波及した場合、たとえトレッド面であってもダメージが大きすぎる場合などには効果が期待できない。さらに修理キット使用後にタイヤ交換を行う際には内部に残留、付着した修復液を処理、除去しなければならない修復液には使用期限があるという問題も抱えている。 なお一口に、スペアタイヤ非装備車といっても、車体は、スペアタイヤ搭載も視野に入れて設計されている車種の、場合、購入後であってもディーラーオプション等の形で、搭載可能なケースが多々ある。現行モデルでも、スポーツユーティリティビークル、商用車、管理値使用車などは、スペアタイヤの設定が少なくない。SUV、クロスオーバー SUV などは1 9九十年代の、 RV ブームの最中、ラシーン、シャリオ、ロード、RVR、スポーツギア、ミラ、RV-4、スターレット、リミックスなどが、四輪駆動や、RV らしさのアイデンティティとして、車両後部の背面にスペアタイヤを積載した。変わった例では、ダイハツムーブ、スローパーは、福祉車両化に伴って、行き場を失った、スペアタイヤをこれらのように背負っていた。 ありがとうございます。